特殊部隊。特殊部隊と殊部隊は、軍や警察の一般部隊とは遂行すべき任務と部隊の編成が異なる部隊のことである。軍で特殊作戦を担当する部隊は、特殊作戦部隊と特殊作戦部隊とも称される。特殊作戦の構成要素であるゲリラコマンドによる奇襲攻撃は古くから見られてきた。 ナポレオン戦争中の半島戦争では、フランス軍の侵攻に、スペインやポルトガルの民兵が対抗し、ゲリラの語源となった。また、第二次世界大戦では、イギリス軍のブリティッシュコマンドスやドイツ国防軍のブランデンブルク部隊など、敵勢力の広報地域において、コマンド部隊による気攻撃などが展開された。 冷戦期には革命闘争の一環としての不正規戦争が多発し、ベトナム戦争に介入したアメリカ軍でもこれへの対応を余儀なくされたことから特殊作戦部隊の整備が進むことになった。しかし、陸海空軍の主流の将校は特殊作戦へ乗り換えが乏しく特殊部隊を異端視する向きが強く特に他軍種との統合作戦には困難が伴った。一方、 東側諸国では、大戦中のパルチザンの経験を踏まえて、不正規戦争への介入の必要もあり、大規模な特殊部隊が整備されていた。朝鮮人民軍は、特に特殊部隊を重視しており、韓国国防白書2008年度版によると、過去2年間で6万人の増員をし、約18万人の特殊部隊を保有していると、されている。 このような軍隊の特殊作戦部隊とは別に、1960年代後半より、アメリカ合衆国の警察では、テキサスタワーラン乱射事件のような凶悪犯罪に対処するためのスワット部隊の創設が相次いでいた。また、1972年のミュンヘンオリンピック事件を契機として、大陸ヨーロッパでは西ドイツ国境警備隊の GSG-9 やパリ鉄市長の BRI、 BAC のように単なる凶悪反対処にとどまらず、対テロ作戦にも対応可能な方式行機関の部隊が発足した。これに対し、アングロサクソン諸国では対テロ作戦は軍が担当することになり、イギリスでは陸軍特殊空挺部隊 SAS に対革命戦部隊 CRW を編成し、1980年の 中英イラン大使館選挙事件でも出動した。またアメリカ合衆国でも SAS に習ってデルタフォースが発足した。しかし、軍事作戦では脅威を排除するために持てる限りの火力を行使することが当然とされるのに対し、法執行活動の場合、武器使用は最低限に抑えなければ、後の捜査に支障を来す上に裁判所でも弾を受けかねないことから、 ロサンゼルスオリンピックを控えた連邦捜査局 FBI では独自の対テロ作戦部隊として人質救出チーム HRT が編成された。陸上自衛隊ではまず創設直後の1954年9月に調査学校を設置して旧陸軍中野学校の卒業生を教官として招兵するとともにアメリカ陸軍特殊部隊とも連携し 特殊作戦に関する研究に着手した。1956年、元会、機関長である、藤原陸商保が学校長に補いされると、敵広報地域等で情報の獲得や、遊撃活動等に人ずる幹部を育成する対心理、情報課程、現在の心理戦、森課程が開校されたが、この課程は、当初、直接的に SF 課程、と称されていた。これとは別に、 正規戦での遊撃戦要因育成のため、1956年には富士学校でレンジャー課程が開始された。1958年にはエアボーン部隊として第一空挺団が編成されたが、こちらも精鋭部隊として特殊作戦への投入も想定されていた。また、北部方面隊でもソビエト連邦軍の上陸に備えて、 遊撃戦の準備を進めており、1961年には、まず、くっちゃん駐屯地において、北部方面総幹部第三部に特別、戦技訓練隊が設置され、1962年には、ナヨロ駐屯地に移駐し、1971年には、マコマナイ駐屯地で、冬季戦技教育隊、当選教と外称された。このほか、海上自衛隊では、 第二次世界大戦に付設された機雷や不発弾、海中排気火薬類に対する爆発物処理、イヤドを担当する水中処分員の育成を急いでいたが、当初、アメリカ海軍ではイヤド家庭に外国人留学生を受け入れていなかったことから、代わりに1957年によりフロッグマンを養成するドトラ、家庭に留学生を派遣していた。このドトラ家庭は、 ネイビーシールズの選抜訓練の前進にあたるもので、極めて過酷であり、開示からの最初の留学生は訓練中に殉職している。その後、1964年より、イアド家庭への留学生受け入れが開始されたことから、ドトラ家庭への派遣は行われなくなった。百九十五年に、閣議決定されたレナナ大において、戦終結など国際環境の変化に対応して、 防衛力の見直しが図られることとなった。13中規模に基づき、2002年には、水陸両用作戦部隊として、西部方面通過連隊、ウェアが、そして2004年には、陸自発の特殊部隊として、特殊作戦軍、SFGP が編成された。またこれらに先行する2001年には、能登半島沖付新戦事件を契機として、海上自衛隊でも、 自衛艦隊の直轄下に特別警備隊、スペを編成している。2004年に制定された特殊作戦隊員の範囲等に関する訓令において、陸上自衛隊における特殊作戦隊員は下記の4つと規定された。ここで言及されている当該訓練過程を終了した隊員のみで編成される正体は特殊作戦隊員の指定等について通知において、 西部方面普通家連隊の本部管理中隊の情報招待または普通中隊の小銃招待 BE と記載されている。また2011年には航空自衛隊でもタイゲリラ作戦の研究及び基地警備隊への共同を任務とする基地警備共同隊 BDDTS が発足した。なお、西部方面普通家連隊は2018年に編成された。 水陸機動団の第一水陸機動連隊に改編されている。日本の警察では、警備警察を担う警備部では、対テロ作戦、刑事警察を担う、刑事部では、その他の凶悪犯対策、人質救出作戦などのための部隊を整備していった。また一部の県警察では、警備部と刑事部の合同で部隊を編成している。1977年の 雑貨日光機ハイジャック事件を契機として、警察庁は秘密裏に、警視庁と大阪府警察に、大テロ特殊部隊の編成を加盟し、警視庁では、第6機動隊特化中隊、SAP、大阪府警察では、第2機動隊霊中隊として発足した。大阪府警察の部隊は1979年の、三菱銀行人質事件で出動し犯人を射殺。 また警視庁の部隊は1995年の全日空857便ハイジャック事件で突入する北道警察部隊の支援に当たった。そして1996年、警察庁は特殊部隊の存在を公表するとともに特殊部隊 SAT として改編し、東京、大阪以外にも北海道警察、千葉県警察、神奈川県警察、愛知県警察、 福岡県警察の各警備部にも発足することとなった。2005年には沖縄県警察にも編成されるとともに、各地の部隊も増強された。またサットを保管するテロ対処部隊として、各警察本部機動隊には、重機対策部隊、NBC テロ対応専門部隊、爆発物処理班が設置されている。このうち重機対策部隊は、蒸気の特化中隊、 例中隊の創設に先駆けて、1968年の金売れシーロー事件を契機に、警視庁や大阪府警察などに発足した特殊渋隊を前進としており、1996年に常設の部隊として増強改編された。埼玉県警察ラッツのようにレンジャーに準じて、ラペリング効果などの突入能力を備えた部隊もある。他、警視庁機動隊では、 重機対策部隊からの選抜によって、緊急時初動対応部隊、アートを編成し、即応体制をとっている。警視庁刑事部では、1963年の吉野部ちゃん誘拐殺人事件での人質救出失敗を教訓として、1964年に特殊犯捜査係を設置した。これは、捜査第一課の中でも、誘拐や立てこもり事件、企業強喝や、 業務上過失致死事件などを扱う部署であり、高度な科学知識及び、捜査技術に通行した、専任捜査官によって構成されていた。警察庁もこの施策に注目し、1981年3月までに、すべての警察本部に設置された。このような書章を持つことから、刑事としての捜査だけにとどまらず、人質の身に危険が迫った場合の最終手段として、 突入制圧も担当するようになった。警視庁では、1992年に、捜査第一課の捜査官と共に、SAT から選抜した人員を加えて、突入班を編成した。これは、SAT 隊員の射撃技術などを即戦力として、期待した起用であった。近年では、多くの警察本部で刑事部に突入班が編成されているが、名称はそれぞれ異なっており、 警視庁では、シット、大阪府警察では、もっと、埼玉県警察では、STS、神奈川県警察では、SIS、千葉県警察では、アートと呼ばれている。編成方法も、警察本部により異なり、小規模な警察本部では、捜査第一課だけでなく、機動捜査隊や、さらに機動隊員も加えて、突入班を編成している場合もある。海上保安庁では、 海上テロ事案などに対処するため、1985年に、関西国際空港海上警備隊、海警隊、また1992年には、プルトニウム輸送船護衛のために、形状隊を発足させていた。そしてこれらを統合改編して、1996年に、特殊警備隊、SST が編成された。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。